前回のドズクラ、再びエンド要塞を探すことを決意したドズボン。途中氷山でクマの親子をボンさんが殺害。はあ、痛ましい。迷いに迷ってなんとか要塞に到着した。どうもドズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ、どうもです、どうもです。ということで本日もこちらドズボンのマインクラフト実況をやっていきたいと思います。さあ、ということでよろしくお願いいたします。ボンさん、はい、前回ついに我々は要塞を発見いたしました。ありがとうございます。今日は、今日こそは要塞の中にエンドポータルっていうね、エンドに続く装置をね、発見していきたいな、見つけましょう今度こそは思うんですけれども、はい、まあ、前回とそんな変わんないですからね。その前回っていうか前ね、そう、要塞に来た時とそんな変わんないと思うので、見つけるまでワンチャン早送りかもしれません。まあまあまあ、でもすぐ見つければいいんですけどね。まあ、確かに確かに、本当にないよりは全然いいから。簡単に宿泊施設は作りました、はい、はい、ボンさんが作ってくれました。仮拠点、あ、いい、結構いい感じ、荷物もちゃんと入るし、あ、いいですね。こんな感じでちょっと仮拠点を作りつつ、はい、それでは行きましょうか。エンドポータル見つけていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。一応ね、近くのところはバーって見たんですけど、うんうん、特になくて、怪しいのはこの階段ね。ここ、はい、この階段の先はまだ見てないので、オッケー、こちらをちょっとやっていきましょうか。行きましょう、冒険のスタート。よいしょ。部屋になってるんですか、そのエンドポータルある場所。エンドポータル部屋になってるはず。わかりやすいのか。こっちまた下に続く道がある。怪しいぞ、怪しいぞこれ。あ、ボンさん、はい、図書館を発見しました。わっ、出ました。これはちょっと、しかもチェストがあるんで、チェスト、おお、エンダーパール、あっち、エンダーパール一番お宝ですね。あざす、あざす、あざす。本ももう回収していきますか。いきますか。本棚って結構インテリアにも使えるし、確かにホテルだけ持ちたいけど、大体まで図書館に1個ぐらいなんか隠れて、はい、ありますね。チェストありますよね。2階あります、2階あります。チェストも、チェストもある可能性ある。あ、チェスト発見しました。あ、ナイスです。おお、すげえ。おお、コンパスとか紙とか本とか。これは落下耐性、消滅の呪いいらない。落下耐性熱いっすよ、エンドラと戦うとき絶対必要なやつ。おー、2階もかっこいいな、シャンデリアになってる。あ、2階にもチェスト発見しました、隊長。ナイスです。よいしょ。おー、エンチャントボンだ。爆破耐性、耐久、射撃ダメージ増加、拡散射撃ダメージ増加、いいですね。いい感じの本が。よしよし、冒険してる、冒険。なんで要塞って必ず本棚あるんだろう。わかんない、わかんない。お、チェスト発見しました。ナイス。エンダーパール、いいね。あざっす。エンダーパールはいくら、いいね、おー、クリッパッケン、クリッパッケン、いけいけいけ。よし、いいよ、強。ダイヤの剣を舐めるでないぞ。お、チェスト発見しました。うん、これはまあまあ外れかな。ポンさん、何発見しました。エンドポータルだ。エンドポータル発見した。どんどんどん、よし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 、エンドポータルついに見つけた。ちょっとここ来た、マグマ気をつけて、マグマ気をつけて。どうするんだっけ。一旦これを塞ぐ、この、あ、てかこれも壊すか。壊します。壊しました。で、あのマグマは埋めとく。埋めときたい。バケツがない。かぶせる。このマグマもいらないオブいらないですもんね。いらないオブいらないですもんね。じゃあもうちょっと埋めちゃいますか。やったよかった。おー、よかったですわ。あったよかった、マジで。今回もなかったらもう泣きましたよね。泣きましたよ、もう無理と。もう無理でした。そしてエンダーパールが今1個ハマってるんで、はい、うんうん、11個必要か。なるほど。11個確かね、拠点のあのチェストの中に入れてきたと思うんで、うんうんうん、これでもうエンドラと戦うとこまで来れますよ、ボンさん。来ちゃった、ここまで。ここまで来ちゃいました。じゃあもう。あとは、うん、もうエンドラに挑みまくる。挑みまくる作戦また。
またって何ですか。いやいや、何でもないです。またって何ですか。何でもないです。何でもないです。エンドラに挑みまくるか、か、ちゃんと倒す。ちゃんと倒す。ちゃんとって何ですか。いや、何でもないです。何でもないです。ちゃんとって何ですか。あの、裸で行かずにね、なんか復活できるのをいいことに。とりあえず、エンダーパール持ってきましょうか。そうですね。OK です。じゃあ、エンダーパールを持ってきます。ボンさん見て。え？エンドポータルの中にゾンビ湧いてる。こいつめ。え？こいつめ。これがエンダードラゴンか。マジで？エンダードラゴン、覚悟、おら、おら、しょっ、いいやれ、よっけー。何これ。え、何これ。あ、やばいやばい、敵が来る。ボンさん、このボンさん、ここ、ここ、ここ、閉めて、ここ。ナイス。こっちの入り口も、こっちの入り口も。入り口もここも？ここも。ここも閉じとこう。ここクリーパーに破壊されたらたまらんから。ここやばいな。そうなんですよ。巻き潰しをかっちりして、よーし。さあ、これでもう僕たちだけのエンドポータルの完成でございます。おめでとうございます。じゃあ行きますか。ついにエンダーアイハメルの儀いきます。お願いします。これミキクリックでいいっすよね。順番ないよね。順番ない、順番ない。ミキクリックでいけますよね。いけるよね。いきます。はい。おーおー、おー、はい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 、はいはいはい、いいよ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 、うまいうまい、はめるのうまい。これ外す人いんの。さあラストいきます。お願いします。できるんだね、これで。ポチッ。うわー、すげえ。うわ、久しぶりに見たけど、えぐいっすね。うわー、えぐいわ、これ。まがまがしさが。絶対落ちないで、落ちないで。落ちない、落ちない、落ちない。本当に。下からどうなってんの。あ、下からはボンさん見えるわ。これ行ったら帰ってこれないんだよね。帰ってこれないです、帰ってこれないです。うわー、うわー。エンドラを倒すまで。一旦ちょっと、はい。ここで寝たいですね。寝たい。ここで寝ましょう、一旦。夜になるの待って、そしてちょっと今日やりたいことが、うん、エンドラにいきなり挑んでもいいんですけど、うん、そう、落下耐性とかは僕たちまだつけてないんですよ、装備に、うん、落下耐性がついていないので、そう、落下耐性付きの装備をちょっと整えたいな。エンドラ対策してから。エンドラ対策をしたい。だからここと村をつなげたいですね。つなげたいね、一回戻りたいですね、はい、ちょっとネザーのゲートを作っていきますね。どの辺に、ここに作る、ここら辺高さ足ります。まあ高さ上は、上は、まあまあまあ多分大丈夫。じゃあここにネザーへのゲートを作っていきたいと思います。それではネザーへの扉オープンです。パチッ。おー、すごい。ネザーと、そしてエンドポータルがある部屋。この部屋やばいな。まがまがしいっすね。まがまがしいな、この部屋。これで一回寝てから行きたいんで、うん、ちょっと夜になるの待ちましょう。はい。じゃあボンさん、はい、一回ベッドで寝れたので、うん、それでは今からネザーに行きたいと思います。今日の目的は、ネザーと、ね、あの現実世界というか僕たちの村とここをつなぐことですね。マグマの上とか。いや、やめてよ、ほんと。やめてよ。さあ、どこ来た？どこ？どこ？これ。おー、おー、いきなりマグマ、いきなりマグマ、いきなりマグマ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。おー、びっくりした。ここは？うわ、うわ、え？え、あー、ちょっと待って、待って、なんか、マグマ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 。なんか火ついた。あ、違う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 。上からマグマ吸ってきた。あ、違う違う違う。ボンさん、ボンさん、生きて。いた、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 上からマグマ。そんなことある？そんなことある？あちあちあち、びっくりしたびっくりしたよ、僕も。やばい、ボンさん死ぬ、大丈夫。違うとこ出た、違うとこ出た、俺。わあ、僕もマグマ、僕もマグマ。それか、それか。ナイフ、ナイフ、どうしよう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 。待って。そんなマグマが。大丈夫、大丈夫。え、ボンさん、しかも、どこに出たかわかんなくて、ね。わかんない、わかんない。もう一回貼り直したら、はい、全然違うとこ出ちゃって。あ、そうなんです、よくあるんですよ。うわ、ちょっと待ってよ。ええ、これは大丈夫か。一回僕どうする、どうすんの、どうするさん、それこれ、え、あれはどこ行ったの。え、ゲートは、ゲートあるよ、ゲートあるよ。あれがゲート、あれがゲート。俺行ってもよ。行っても、あそこ行ってもよ。いやいや、モンさん来たら死ぬでしょ。行ってもよ。来たら死ぬでしょ。行ってもよ。来て、また一回戻って、一回戻って、すぐ戻って、さっきのとこよね。さっきのとこ戻って、
そしたら多分違う現実世界に出るから、そこでアイテムをゲットして、どこここもう一回入ってみたら、ここどこここ、何もう一回入ってみたら、もう一回入って、もう一回どう、そこに出てくるんじゃない。あ、来た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 、よしよし、どうすりゃいいの俺ここでこれ、これ一回装備して、一回装備して一回装備して一回装備して、どうすりゃいいのこれ。水のバケツでもあれば話は違うんだけど、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってこれどうすりゃいいの、これもう掘るしかないでしょ、あっち側に。はいはいはい、どっち向きに行けばいいんだ。これはえぐくない？これはやばい、本当に。つなげますね、そっち。お願いします。よいしょ。問題は、はい、そこに行ってもまた全然違うとこ出ちゃうんですよ。そうですね。まあそれはでも予想できてたんで、うん、一応座標はメモってはあるんですよね。はいはいはい。だから、こっからとりあえず現実世界に戻りたい。ですね。現実世界というか、僕たちのいつもの知るネザーあたりに戻りたいんだけど、方角が全くわかんねえな。とりあえず外目指して、掘り進んでみるか、はい、ちょっとボンさん、はい、僕たちネザーの謎の空間に閉じ込められてどこに行けばいいのかよくわかんないんで、あっちが外に繋がってったらいいですよね。そうですよね、あのマグマが来てるところが、そう、見覚えのあるところならマグマ登りしてみる。登っちゃう、マグマ登り登ってみますか。確かしょうがないよね、でもせっかくだから。なんのせっかくよ、こんな、だってこんなさ面白いさ取れ高のある死に方なかなかないし、こんなとこ出る、ほんとそれ。あー外に出た、外に出た、あーよかった、外に出たはいいけど、ちょっと探検してみましょうか。しますか。探検するしかないですね。あれはボンさん、はい、マグマなんとかじゃないですか。マグマなんとか。マグマなんとか。マグマンだあいつは。マグ、いやそれは作ったな今のは。今マグマンではないでしょ。マグマンではない。あいつはマグマンだな。気をつけてください。ちょっとやりましょうやりましょう、せっかくだから。おいしょ。いいよ。これちっちゃくなるからスライムと一緒で。分裂。ナイス。本当だ。マグマクリームかなんか落とします、ね。へー。落ちて、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、なんか落とした、何も落とさねえ、何にも拾ってないぜ、申し訳程度、なんか落とせ何も落とさねえ、せめて何か落とせ、せめて何か落とせ、何だったんだよ。どうするとボンジュールの穴掘りラジオのお時間がやってまいりました。我々今故郷に帰る僕我々は今故郷に帰るべく穴をね、穴を掘り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 進む。なんすか。え？なんすか。いや、穴を掘り進むわけでございます。普段ね、はい、日常生活で穴掘りませんから。そりゃそうです。最後に穴掘ったのいつか覚えてます？掘ったことないわ。僕ちっちゃい頃マジでえぐい落とし穴作ったろうっつって砂場の一番下まで掘ったことありますよ。シャレにならんやつ、はい、そこ姿勢が見える。砂場の底って知ってます？知らない。砂場って、うん、なんかバケツ、大きなバケツ型になってる砂場って、はい、僕その一番下まで掘り当てたことある。砂場の壁というか、砂場の壁が下にもあるんですよ実は。はいはいはい、あのまま繋がってんだ。繋がってた。お椀になってるんですね。ボンさん、はい、掘りすぎてツルハシがなくなりました。投げます。はい、センキュー。あ、え、松明あ、繋がってる。来た。どこだこれ。どこに繋がった？何これ。どこ、これ、うちら。え？明らかに、うちら来たところだね。一回来てるはずなんだけど。どこ？わかんない。絶対一回来てますよね。来てるところですよね、これね。この土が。昔の俺たちは一体これ何したの？わかんない。一回ネザーに来て、そう、壊したのか。一回壊しましたよね、なんかの時に。壊した。そこか。これじゃない？脱出できずに壊したわ。そう。ぬか喜び。終わり。豚がめっちゃ来とる。なんでついてくんのお前ら。こいつらも脱出したいんだろ。なるほどね。蜘蛛の糸みたい。すげえついてくる。押しても、押して落としても、はい、
倒した判定にならないの。あ、俺が落ちたよ。なんなんだ、豚。豚。あれ、ボンさん。違う、俺じゃない、俺じゃない。ボンさんがすぐ来る。俺はこっち、本物はこっちだよ。ボンさん、ボンさん。本物はこっちだよ。ボンさんそっちか。違うよ。ボンさんそっちか。落ちるお前らとかしてるから蜘蛛の糸と一緒でボンさんが落ちる羽目になるの。違うの？そうです、そうです、そうです。その通り。おっしゃる通り。みんなで一緒に行きましょうでしょ。豚さんは上に登るし、あれがあるのかな。修正があるのかもしれない。ボンさん。何？鉄道発見しました。嘘でしょ？手伝った。こっち。こっち。あっけん。理解。よし。近いよ。じゃあそっちからはこっちこっちに掘れば鉄道に出るかな。なるほど。少なくとも近いところには出るはず。うん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 。ああ出た来た。やったよボンさん。ついに。いやー、豚さん久しぶりだね。ああってことだいぶもう超近い。ここか。よしよしよし。ここか。すごっ。わあ、帰ってきたよ。大冒険でしたね。大冒険でしたね。村が恋しい。うわー、ホームタウンや。いいね。あー、村人さんたち、ただいま。ドズボンハウス、ただいま。ただいまー。あー、ポンさん、はい、冒険お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今日はね、多分相当いろいろカットされてると思うけど、めちゃめちゃネザ大変でしたね。いろんなことありましたよ。いろんなことあった。ただ、あれ、なんか、ボンさん、なんか馬と合体してる。馬と合体してるけど。いいから。え？ごめんなさい。またエンダードラゴンに行く準備をして、はい、なんかすごいな、ボンさんの周りにモッドが寄ってくる。エンダードラゴンに行く準備をして、はい、次回エンダードラゴン討伐行きましょう。行きたいと思います。行きましょう。次回はもう確実に。いやー、長かったですね。長かったですね。ここまでもうエンドポータルを見つけるまで、はい、本当苦労いたしましたが、次回交互期待というところで、じゃあ本日の、動画はこんな感じで終わりたいと思います。ドズボンマインクラフト実況毎日更新でお送りしておりますので、ぜひとも他の動画もね、チェック、そして明日の動画もぜひチェックよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。次回、待ってろよ、エンドラ。